ドクター・ーストーンを検証すす。るその2です、えー、石器と紐と火を手に入れた線空はついにそれで家まで作ってしまいますね。でこれ家を手に入れたっていう、あのー、家なんですけども注目すべきところはですねここの横と上ですね。 あの板を使ってないんです、よ。これ、木の皮なんですね、この上を見たら分かる通り、木の表面にあの皮があるんですけど、その皮を剥いだものを並べてる、こちらも板ではないんですよ。よ。板は、ノコがなないとダメなの。 でですね、あの,のこぎりまた、あ、は金属製の斧でもできるんですけどもつまり青器文明になるまで、板っていうのはなかななかか手に入らないんですねで。石斧でも板作れるかと言われたら作れないことはないんですけども素人の先空が板を切り出して家を作るというのはあまりにリアリティがないと。でそれよりはこの僕が見てるポイントはですね先空が腰から下げているこの石器なんですよ。さっきの石器は この打席ですね。これ2つの石器をちょっと比べてくださいさっきの石器はですね石にあの木の穴に石を通しただけの石器ですそれに対してこっちの石器はですね実はあの手に入れた紐であで棒にくくりつけてるんです同じ木の枝でも棒にちゃんとくくりつけてるんですねで、えー、これによってですねこのこっちの場合はですねあの 使える枝の種類が限られているんですけどもこの紐でくくりつける形式にすることによってですね棒の長さが自由になるとイコール、えー、石器を使う時のリーチですかつまり振り回す時の長さイコール力がですね何本でも自由に調整できるおかげで石器としての使い勝手がですね2倍3倍に進化していると紐を作るっていうのは火を使うだけではなくてありとあらゆるものが 工具ととととしてて利用でできるるいいいうふうになっているってことなっこんですね。その一番基礎の工具であるまず紐を手に入れてこれと石器の組み合わせでどん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 先駆はできることが増えていくわけですね。で今話したところがですね実は2巻の13話なんですよ。で13話っていうのはどういう意味かっていうとジャンプ漫画に詳しい人はわかる通りですね ジャンプの漫画あらゆるジャンプの漫画は10話で打ち切られる可能性があるわけですよ。どんなに準備してもどんなに編集者が思い入れしてもどんなに自分たちが作,作り上げても何年かかって準備しようとも人気がなかったら10話で打ち切りっていうのが少年ジャンプの運命なんですよ。でこれ、13話です。13話ということはもし「ドクター・ストーン」こんだけ下準備してるのに10話で打ち切られちゃったら今のシーン一切出てないんですね。 こんな面白いですね。本当は文明をゼロから作る話だから本当はまず真っ先に見せたいのにまず一番最初に違う男の子を生き返らせてでそれが親友の先空にあって実は好きな女の子がいてその女の子を生き返らせるためにところが命の危機があるからなんかすごい強い男を生き返らせてしまったでそいつと対立構造になってっていうようなアクションとですねその政治的なアクションとで 組み立ててるんで,です、ね、でそれで面白さを作ってるんですよ。本当に作者が描きたいのは13話以降だったっていうのがです、ね、この流れでわかるんですけどもう本当にねいい度胸してるなとこれ駄目だったんじゃないのかなと思うんですけどもあの一番最初にですね紹介した同滑車で滑車ではあの女の子美少女を救うシーンなんかもあれもです、ね、2巻のラストなんですよつまり15話かとか16話なんですけども「あのジャンプ」でよくある10話打ち切りだったらですねこの漫画はおいしいところを全部見せないまま 終わってたはずなんですね。で、13話以降はですね、実は。 3,700年間ですね、えー、生き残っていた人類の村があったっていう話とかですね、科学を復活するべきか、人間らしい原始生活として人類史をやり直すべきかっていう、政治論争と戦争というですね、燃える展開部に入っていくんですけども、でついにですね、3巻の終わりではですね、あのその3,700年間生き残っていた村の秘密を知る美少女を治療するために、抗生物質を作る話になります。でそれがですね もう、超燃えたんですけどもサルファ剤抗生物質を作るためのロードマップだっていうふうに出てきてですねスタート位置でまず鉄を手に入れるて簡単に書いてあげるとこの鉄がまあ難しいわけです、ね、でそこから磁石を作ってそれに銅とリンを混ぜて。 電気を作りですね。これで炭酸化ナトリウムを作っているんです、下の方では酒からですね、酢とですね、えっ、ー、と、炭酸を作りですね。というふうな形でッ、ざ、あのーっと石炭から水酸化ナトリウムまで行って、で、最後に万能薬のサルファ剤まで行くっていうですね。あ、これはなんかもうすごい、あの、マジで心震えました。あのね、これを説明ではなくて、お話の中の 見開きでやるんでですよ。見開きであるというのはこの作者のさっきからの見開きの使い方ですねつまり美少女を助けるために滑車を組み合わせるとかですねついに火を手に入れたというですね見せ場にしかこの人見開き使わないんですよその見せ場でこのロードマップをどんどん出すということはこういう理屈っぽくて本当だったら 編集から、「やめろ!」と言われることを俺は一番面白いんだとこれが読者に一番面白くと思ってるはずだっていうふうに前に押し出してくるこの勇気のある見開きだと思ってですねいやすごいいいなと思うんですけど今の「クター・ストーンの連載はですねあの地球の反対側のアメリカ大陸に向かう最中で新たな謎の敵と遭遇していますでいよいよ3,700年前ですね、えー、全人類を石にした石化したですね犯人がわかるのかという話に でちょっとぐらいドクター・ストーンもです、ねあの「進撃の巨人」とか「夏ドラと同じように岡田敏夫なりの,です、ね、あの将来予想をしとこうと思うんですけどもなんで人類が石になったかっていうですね伏線はあることはあるんですね。えー、それがですね巻の話です。えっ、ー、との、ね、石にされ、あのー。 首の後ろの部分だけちょっと石が残ってた扇空が一回死ぬんですよね。一回死ぬんですけども石化が解除されたらですね治ってしまったと。あ石にされて治ることでなんか治療の役目も果たしてるんだとハッと気がつくというシーンがあるんですけども。えっと俺はずっと考えていた、えー。誰が人類を石化したのだろう誰の攻撃だろうしかし 本当にこれは攻撃なのかっていうふうなコマがあります。つまりこれあの人類が石化して3,700年経って文明が滅びてしまったと言うんですけども、これあの善意ではなかったのか、いわゆる良いことをしようとしてたのではないのかという伏線がまあ二巻の最後で貼られているわけですね。今のところ今なんかそういうのがあまり出てこないんですけどもですね。であの実は人間がですね固まる前にその 何日か何週間か前から世界中でツバメだけが石になって落ちてくるという事件が何回も何回もあったんですけどそのツバメもです、ね、ひょっとしたら、えー、これからこういうことが始まるよという警告ではなかったのかというふうに受け取れます。で、えー、人間をです、ね、石化したものがいるとしたらですねそれはそいつはですね次元装置付きの、まあ、石化を解除する装置の下にいたはずいわゆるある液体をかけると石化が解除されるけれども。 そのスイッチを入れたやつも石化しちゃうわけですからそれ解除装置の下にいたはずなんですよしかし復活できなかったとまたはあのそのスイッチをした本人より先に復活しちゃった誰かにまあ邪魔されたかなんだと裏切られたかなんだと思いますでまたはですねあの人類の皆殺しをですね防ぐための緊急防衛策だったというあの。 まあ、そういういのも考えられると思うんですね。そもそも、主人公の先駆のお父さんが宇宙に行ったとっいうのから、まあ、本当はお話全体の,あのプロットとしては始まっているんですけれどもです、ね、あの宇宙に行った時にです、ね、太陽がもうすぐ大フレアを起こすといわゆる太陽面爆発で,です、ね、強烈な宇宙船放射線がです、ね、地球に浴びせられるとそうなるとです、ね、人類が全員死んでしまうのでそのフレアの直前に全人類をそのまま あの石化させてで、本当は翌日とか数時間後に解除するはずだったのがです、ね、そのまま3,700年間になってしまったとこういうふうな可能性もあるんじゃないかなつまり石化自体は人類を守るためであってもしくはその石化するした人が誰かの病気例えばすごい好きな人の病気。 なんか、治の病を治そうとした。でもそのすごく好きな人は今地球上のどこにいるかわからないので地球上の人間を一斉に病気を治す装置を作動させて治そうとしたんだけどもところがそれをスイッチ入れた人は何らかの暴略によって邪魔によってなんだろうな、えー、この世の中にまだ出てきていないもしくは壊されてしまっているとかそういうなんかねその。 大掛かりなですね、こう、ひっくり返しを企んでいるのではないのかなと、作者は企んでるのではないかなというふうにこう、まあ、考えています。まあ、人類石化の理由っていうのは、 他にいろいろ考えられるんですけど大筋でねこのパターンなんだと思うんですよねあの実は善意で理由があって石化っていうのはそれのための補助作用に過ぎなかったっていうでもそうこの漫画の面白さっていうのは今話していった誰がこんなことをやったんだなんでやったんだというミステリーではなくてゼロから作る科学文明なんですね。で最近ではですねこの連載の漫画の中でまだ単行本にもなってないんですけどもですね あの漫画の中で,です、ねえー、写真とか電話とかミニ四駆まで作ってしまったんですけどもでこれも鉄はもう前に作ったからここに銅線を巻いてで電磁石になってでこの電磁石に電線を巻いていくとモーターができるというです、ね、もう本当に小学校6年生の理科みたいなことをやっているんですけどもです、ねえー、これもです、ね、あのどん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 これだけだったら理科なんですよ。 ところがこの作者のうまいのはこうやってモーターを作ってやった後でですねそれじゃあっていうことで思わずいたずらでミニ四駆を作ってあっこのミニ四駆っていたずらで作ったんだけども実はこれって連絡手段としても使えるんじゃないかっていうふうにストーリーの中にガン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 押し込んでいくこの楽しさがですね、まああの 本領だと思いいますめちゃくちゃゃく面白いですねで。お話はねもうこの人類絶滅した後、どうやって文明を作るのかってね案外類似作品少なくて割と穴場だと思うんですよね。あの北斗の拳とかマッドマックスで文明崩壊後の世界やって,るやってましてそれが最近流行らないとはやらない理由はもっと進化した形になったからです人類の文明が崩壊してじゃあどうするっていうのの発展系っていうのが実はゾンビものなんですよね。 ゾンビものっていうのはですねあのアイアーマーヒーローとかウォーキングデッドもそうなんですけども単なる文明崩壊だとドラマ作りにくいんですねあの文明が崩壊した子供が熱出した薬局で薬取りに行かなきゃいけないこれだけだったらドラマ作りにくいんですけど文明が崩壊した子供が熱出した薬局に薬取りに行かなきゃいけないでもゾンビがいるじゃあ誰が行くんだ俺が行くあなたやめてっていうふうに ゾンビっていうですね、要素1個入れるだけで急にドラマになってストーリーが展開できるわけですね。でもお話やってるとだんだんそれだけで、あの、ドラマが転がってくるんで、だんだんゾンビが邪魔になってきてですね、ゾンビいなくてもなんとか話が持っちゃうというウォーキングデッド現象というのが起きるんですけどもですね、まあなんかあの、ゾンビものっていうのは実は世界崩壊もののですね、まああの、サブバリエーションだと思います。で 今回の岡田斗司夫ゼミはですね、こういうドクターストーンから始まって、地球に自分しかいなかったら、一番最初アンケートを取ったですね、果たしてどうなるのかという中学校時代の妄想をもっと精密に検証してみようというですね、内容です、えー。この世界からですね、自分以外の人間が突然消えてしまったらどうなるのか、電気はいつまで大丈夫なのか、水道はいつまで生きてるのかと。えー、次のコーナーからですね、妄想が始まりますけれどもですね、まだあの無料続きます。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。